19世紀の自動ダブルカード基ソメンとは、繊維関連の用語で、採取した繊維を櫛で鳴らして、繊維方向が揃った面状の塊にする作業である。カーディング、カード処理とも言う。繊維は採取した状態のままか、あるいは推薦してから、素面される。様々な繊維が、素面でき、一般的には、面、羊毛、人皮などに使用されることが多い。その他、 犬毛、ギャマの毛、ソイシジュクなどにも使える。アマなど、カード処理できない繊維もある。ソメンは、異種あるいは異色の繊維を混合するのにも使える。ソメンの目的は繊維を薄く均一に鳴らすことである。そのため、トゲがついたロールで少しずつ擦り取るという方法が、取られることが多い。方法には、手作業と機械とがある。ハンドカードで作られた、面会、ハンドカード機は、 ドックブラシに似ている。ウールを1、2回ハンドカード機ですれば繊維方向が揃う。ウールを汚さないため、素面をする際には作業台に綺麗な布をかけて座って作業することが多い。素面職人は膝の上に作業台を乗せ、利き手にハンドカード機を持ち、逆の手で作業台を押さえる。 作業台の上に繊維を少しずつ乗せ、繊維方向が揃っていく様子を観察しながらブラシが消していく。作業台に繊維を乗せすぎるとブラシでするのに苦労することになる。できたものをローラグと呼ぶ。この方法では少量の製品しか作れない。ハンドカード機のサイズは22インチから48インチぐらいのものが多い。小さいものは軽画素面機と呼ばれており、 毛の塊を端から鳴らすか、防石器に少しずつ送り出すのに使われる。ハンドカード機の櫛刃の密度や形にも種類がある。綺麗に染めされたローラグを作るためには多くの刃がついたカード機が使われる。繊維の種類によってカード機につけられる刃の数と密度が決まる。ハンドカード機の表面は目的によって平面の場合と曲面の場合と両方ある。 山マの家のカーディングマシンカーディングにはドラム式カード機と呼ばれている装置が使われる。大きさは様々で小型机に乗るものから部屋いっぱいを占めるサイズのものまである。羊毛工場で現在使われているカード機は20年から50年前に使われていた機械とほとんど変わっていない。その時代から使われ続けているものもある。羊毛や羊毛に似た毛の場合、繊維は ロールの上に供給される。小型のカード機には、二つのドラム、あるいはロールが付いている。供給された繊維を小さい方のドラムが書き込み、もう一つのドラムに渡す。繊維がドラムからドラムに移るとき、繊維の方向が揃う。上の写真は、小型ドラム式カード機である。イギリスクオリーバンク宝石所に残る、カード機、大型カード機の構造も、ほとんど変わらない。 最も大きな違いは、ドラムの数が多く、より高品質の製品が得られることである。ドラムから離れた繊維は、バットあるいはシート状になり、重量ムラがなくなって均一になる。小型ドラムのカード機を使う場合には、処理した繊維を全部ドラムに巻き取って、ドラムの円周の長さとなったバットを製品とすることも多い。大型ドラムのカード機を使う場合には、 得られれたバットををひねって、て、て、非常ににに太太い糸にししそれを引き伸ばして適度な太さにする。ローラグとロービング、ブライドンワイヤー、コールドドローンプロダクツ、ECC といった会社に受け継がれている。素面で作られた製品は宝石にも使われる。羊毛は加工性や製品の性能を調節するため油の量を調節したり油なしで素面することもある。この 油はラノリンと呼ばれ、もともと天然の羊毛に付着しているものである。羊毛を適度に洗って、ラノリンの量を調整する。ドラムが大きなカード機はラノリンとの相性が良くないので、羊毛工場のほとんどは、素面の前にウールを洗っている。手作業で素面する場合には、ラノリンがついたまま処理されることもある。ウールにラノリンがついていると、手触りが良くなることが多い。 ありがとうございます。